昨日もコラボの前に少し話してたんだよ。そう、4人で話してたの。だね、めっちゃ面白かった。コロネ先輩がさ、ずっと、ねえ、なんか悩みとかあるみんな。すごい悩みを聞きたがるの。そう、いや、ないっすよって。いや、ほんと、なんか悩みとかないの？話してごらん。悩みある？すごい、ずーっと悩みよね。もうずーっと聞いてくれの。みんなに、大丈夫？そう、ポコちゃんとか悩みない？とか。すごい、そう、みんなに聞くの。で、なんでですかって、どうしたんですか、なんでそんな悩み聞きたいんですかって言ったら、いや、ほら、ホルメンさ、無理しがち。だから、心配ないよって。そう。ホルメン先輩に優しいよ。そう。みんながやっぱりさ、すごい、こう、悩みを自分でとどめるところあるからさ、そう。すごい、こう、聞き回ってくれててさ、悩みとかないって。そう。体調とかもそうだし、めっちゃ優しい。めっちゃ優しい。ラミーがさ、喉の調子、喉の調子とかも風邪ひいちゃったじゃん。風邪ひいちゃって、まあ、しばらく、その、配信もちょっとお休みしてたじゃん。まあ、しばらくというかちょっと。その時も、ねえ、ポニ先輩がね、すぐに DM 送ってきてくれて、ラミータン、ゆっくり休んでね、つって。